レイモンド・マッセイはカナダ・オンタリオ州トロント出身の俳優、レイモンド・マッシーと表記されることもある。日本ではジェームズ・ディーン主演の映画、エレンの東の厳格な父親役で知られる。女優アンナ・マッセイは2番目の妻、アドリアン・ル・アレンとの間に生まれた娘。1896年にカナダ・オンタリオ州トロントの裕福な家庭に生まれる。父チェスター・ダニエル・マッセイは、 マッセイ・ファーガソン社のオーナーである。マッセイ家はイングランドからアメリカを経て、カナダに移住した家系で、母親も父方の祖母もアメリカ人である。また、兄、ビンセント・マッセイは、第61代カナダ総督で史上初のカナダ生まれの総督である。トロント大学を卒業後、第一次世界大戦に従軍し、1918年にシベリアのアメリカ占領軍に送られる。そこで、 初めて舞台に立ち、演技の魅力を知る。フランスでの戦闘で重傷を負ったために、カナダに帰国する。その後、家業を手伝うようになるが役者になる夢を捨てきれずに、過ごす。1922年に、ロンドンの舞台に立ち、プロの俳優としてのキャリアをスタートさせる。百二十九年のイギリス映画、ハイトリーズンで映画デビューし、九百四十年の映画、 エイブリンカーンで第13回アカデミー賞の主演団優勝にノミネートされる。第二次世界大戦が起こるとカナダ軍に再入隊するが実際に軍役につくことはなかった。戦後アメリカ合衆国に帰化する。1950年代から1960年代にかけてはテレビドラマでも活躍する。1983年に肺炎で死去。 くしくも俳優デビットニーブンも同じ日に死去した。ありがとうございます。